金大地君、七瀬、時間がありません。はい、行きましょう。明智警視、もうちょっと頑張ってもらっていいですか。我々はそれなりに頑張ってるんですけど、警視なんかしてます。で、こっからまた探索パートってことだよな。あ、スタンガンが落ちてる。これカヤさんのじゃない。ようやくカヤさん死ぬんか。ちょっと見せてください。改造してある。この電圧なら人を殺すことも。カヨさん、なんでこんな危ないものを持ってるのかな。まあでもさすがにあの人犯人じゃないでしょう。気になりますね。後で本人に聞いてみましょう。聞けるかな。いつまで本人に聞けるかな。コインロッカー見たいんだけど。コインロッカーじゃねえや。え、今カヨさんのロッカー見れたりしないのかな。今ならロッカーいけるんやないか。うん、これでまた下噛むわよって言われたらどうしよう。カヨさんのロッカー、いえ、指差しっぱなし。いけんじゃないのこれ。かなりの慌て者ですね。こんな場合だから開けてみましょう。開けてみましょう。よし。紙が貼ってある。ババア勝手に開けるな。開けるの。ババアって新見さんのことかな。新見さんは従業員のロッカーを覗き見してるようですね。ババアって新見さんのことかな。もうまあまあ失礼だけどね。清水さんに直接聞いてみましょうか。この紙持ってく？え、おお、まあ一応持っていこうか。ああ、鍵だ。ファックスブースの鍵だ。やった、よかった。取っといて。カヨさんが隠してたんですね。清水さんへの嫌がらせでしょう。やったぜ、これでやっとファックス見れるじゃん。これでファックスが受け取れます。鍵は持っていきましょう。え、持っていきましょう。弁当もある。少し手がつけてあるけど。あ、弁当って書いてあるのか、彼。これは今日の客用の弁当です。私もいただきましたから。ここに空のコンビニの弁当もあります。カヨさんの昼食はこっちでしょう。なんで弁当隠してあんの。なぜお客さんの弁当がカヨさんのロッカーに。うん、おかしいですね。持っていきましょう。何でも持っていくじゃんこの人。意外と明智警視も何でも持っていくタイプなんだな。じゃあファックスの部屋に戻りましょう。あ、勝手に進んだ。ああ、明智様でした。明智様でございます。どちらへ電話を。藤原さんにです。藤原どこ行ったの。ああ、藤原さんは携帯電話を持ってましたよね。でも、電源が入ってないのか、繋がらないのです。はあ、死んだ。従業員だけならまだしも、大切なお客様までこんなことになってしまって、藤原さんと今後の対応策を協議しなきゃ。いや、もうダメだよ。もうダメだよこのパークは。閉園待ったらしいよ。事件解決のためにも社長の隠された過去について話していただけませんか。そんなちんたらしてる場合でもないんだけどね。それは関係ないと申し上げたはず。ですから話す必要はありません。明智様は犯人を捕まえることだけ考えていただければ。まあね、社長もそう望んでいるはずです。わかりました。警察なんでね。今のところはね。今のところはね。金大地君、何か聞きたいことがありますか。いや、ファックスのブース開けたいかな。あ、ババア勝手に開けるな。これがどこにあったものか、あなたはご存知ですね。絶対聞かなくてよかったな。これは、カヨさんのロッカーの中に貼ってあったものです。新見さん、あなたは従業員ロッカーを覗き見していますね。だからカヨさんは、こんな紙をロッカーの中に。いや、お前今責めることじゃなくない。それは、従業員の底を知るために管理者として。いちいち部屋の中に入ってエロ本とか探すタイプのお母さんだな。あまり感心できませんね。まあいいでしょう。ということは、あなたは従業員ロッカーのマスターキーをお持ちのはず。うん、それを貸していただけますか。皆さんのロッカーの中を見ても構いませんね。これ嬉しいね。でもプライバシー。いや、そんなこと言ってる場合じゃないだろう。こんな場合ですから。爆発プラス2人死んでんだよ。仕方ありません。どうぞ。いいでしょ、どうせなくなるし、このパーク。その紙は私が破棄いたしますので、こちらに。ご自由に。会話中も時間進むの鬼畜だよな。これでロッカーを調べられるようになりました。オッケー。あと、これも一応聞きたいよね。ああ、これは救護室の奥の特別室の暗証番号です。あ、そうなんだ。いい肉。扉を開けるときに使う。ああ、そうなんだ。どこでこれを。実は相川恵美が持ってたんです。相川様が。なんで。特別室の番号なんてお客様には関係ないのに。怪しいね。
暗証番号は全員が知ってるのですか？パークの従業員でしたら知っていてもおかしくはありません。特に秘密にしてはおりませんので。ああ、そうなんだ。このボードにも貼ってあります。秘密にしろ。ああ、と言っても例えばエンターテイナーなんかは関係がありませんから。ああ、特に教えてはおりませんが。湯森さん、これをなぜ相川様が。変ですね。弁当。そのお弁当は今日のお客様のために私が用意したものですが、はい、金田一様たちのは別室に手つかずで取ってありますから。それは相川様のでは。相川の弁当をくすねたってこと？全部食べなかったのですか？さあ、そこまでは。知らんわな、そこまではな。11時半ごろ、相川様は藤原様と事務室に戻っていらっしゃったので、お弁当をお渡ししました。外で食べると言って、お二人で出て行かれたので、相川様が召し上がったかどうかまでは存じません。わかりました。こんなところですか？では、私たちは捜査を続けます。早くその奥の部屋に入りたいんだよ、俺は。私も事件に関係あることでしたら何でもご協力いたします。今何でもって、そのブースに行きたいんだ。本当に移動が難しいよ。さあ、何が届いてるかな。剣持ちのおっさん、口頭で言ってくれたらもっと事件はシンプルだったのにな。この鍵で開くはずです。行くぞ。で、ファックス。剣持警部からファックス来てるかな。来てなかったらブチギレだよ。来てる。結構来てんじゃないこれ。園部遥に関する情報。はい。園部遥契約社員、1978年2月5日生まれ、20歳。あいつ二十歳だったんかな。今春、入江工業専門学校を卒業。シェルパークのメカニック部に採用される。現住所、はいはい、まあそこはいいかな。ローレライ伝説、ドイツのライン川中流にある巨岩城に行こう幼女伝説。あー、これもう次のあれってことか。その美しい歌声に魅せられて船で行く人たちが船もろともに淵に飲み込まれたという伝えられている藤原由美彦に関する情報。 YF プロモーション社長、1973年4月14日生まれ、25歳。神奈川県横浜市出身。成城大学経済学部卒。父親達也は横浜市内藤原歯科院長。ああ、ボンボンだ。ちょめちょめ。何これちょめちょめ。有限会社 YF プロモーション、1995年設立。資本金500万円は藤原達也が全額出資。女性事務員が1人いるが、業務は全て藤原由美彦1人で行っている。あ、その事務員が、あれなんじゃないか、恵美なんじゃないか、相川恵美。東京都港区赤坂2丁目、賃貸マンション、業務内容、プロモーション率1、企画制作、人材派遣。人材派遣登録者数は現在100名、コンパニオン20名、エンターテイナー10名をシェルパークに派遣している。シェルパークのオープニングプロモーションとして、先行特別招待イベント4月26日、アイドル歌手、1日延長などを企画中。はあ、なるほど。ダイモン夫妻。ダイモン夫妻は、7月31日、新潟県佐渡島出身、佐渡山高校卒業後、集団就職で単身上京、第一玩具工場に就職。貝や魚をモチーフにした模型の企画が同社商品開発部に認められ、商品化大ヒット。有限会社大門模型を設立。レジャー産業に業種を広げ、1975年株式会社大門興産に発展。以降ゴルフ練習場やゲームセンターの経営を中心に業績を拡大していく。ああ、敏腕だね。現在大門 USA 社長、大門夫妻財団理事長も兼任。1983年結婚。翌年に夫を病気で失って以降家族なしの一人暮らし。1年のうちの半分はアメリカに滞在。あ、でも大した情報得られないな。連絡先は分かってるので調べやすかった。相川恵美、1976年11月28日生まれ、21歳。東京都世田谷区、上北沢で両親ともに会社員と弟浪人中の4人暮らし。黒百合女子大学文学部在学中。あ、現役大学生なんだ、あの見た目で。源佳代に関する情報。 YF プロモーションは事務員が休みで源佳代に関する資料は入手できなかった。大門工業本社でも現住所など詳しい情報は分からなかったが、以下のことだけ人事部に資料があった。ちょめちょめ。源佳代コンパニオン、1974年10月27日生まれ、23歳。身長167センチ。はいらないだろこの情報は。バスト90、素晴らしい。ヒップ88、えぐいな。サソリ座 AB 型フリーター。
IF プロモーションに人材登録し、今年1月よりシェルパークに派遣されている、その前はクラブハニーハニー勤務、あーキャバ嬢かな、雑木林の殺人事件に関する情報、お前のくれた情報のおかげで死体の身元が判明した。お、久我純子、はい、シェルパークでエンターテイナーとして働いている女性だ。久我純子の死はやはり他殺だった。うん、シェルパークの事件と雑木林の殺人事件、この2つやはり関連があった。久我純子はどんな人物だったのか、そしてなぜ殺害されたのか、それをこれから捜査する。山瀬美里、1974年2月25日生まれ24歳。今年シェルパークのオープンに合わせてシェルパーク医務室付き看護婦に採用される。現在東京都杉並区西荻窪アパートで一人暮らし。うん、こんなもんかい。大した情報得れなかったな。え、これもう一回剣持ちのおっちゃんに電話できる？よっこいしょ。電話したい。はじめちゃん。うん、するする。これ追加の情報とか得れないのかな？剣持ちだ。おさん？もう近代地か。ありがとうね。なんだ言ってみろ。2とかある。え、やったやったやった。じゃあ、どうしようかな。大門房へ、藤原由美彦。ちょっと藤原由美彦なんか情報出てきそうだな。園部遥か、相川恵美。相川恵美はどうかな。佳代さん、ちょっと、もうちょっと欲しいけどな。佳代さん、言っとくか。佳代さん。ハニーハニーに聞いてみよう。よろしく。まあ山瀬さんもいいのかな。相川恵美、まあまあこんなもんいいんじゃない。何、おさん、よろしく。これなんかことが起こるたびにファックスが更新される感じなのかな。前回聞いたやつまだ届いてないもんね。じゃあどうしよう、何しよう。あとはよよよ、あとどこ行こうかな。あ、ロッカー見れるのか。そうだ、ロッカー見よう。今回なんかロッカー見るだけで終わりそうだな。ロッカールームに行って、これで従業員のロッカーを確かめれるんだよな。他の人の、みんなの開けよう。園部さんのロッカーないんだよな。三石、じゃあ幸子さん開けましょう。失礼しますよ。幸子さんのロッカーですね。よろしく。これは幸子さんが今朝着てきた服ね、多分。それ何瓶、何の瓶。見て、こんな派手なのも着るのかな。サテンのミニドレス、胸がこんなに開いて、さっきの服と大違い。こんな服どこで着るんだろう。意外と遊んでる人なのかな。これはすごいですね。小銭がぎっしり。小銭なんだ、主戦度なんだ。趣味かな、幸子さんの。好感度上がりますね。あ、でもそんなもんか。あ、なんだ、こんなものが。レモンドール真由美、源氏蘭。水商売の名刺のようですね。あ、源氏蘭か。幸子さんのロッカーから落ちたのかな。みんなそういうとこ出身なのかな。気になりますね。持っていきましょう。あ、本人に尋ねることってできるのかな。で、隣がチッヒだよな。チッヒも見ておきたいんだけど。違う違う、間違えた、行き過ぎた。よほい。千尋さんのロッカーですね。開けましょう。うわぁ、なんか血ついてるんだけど。すごい、千尋さんってぬいぐるみオタク。え、待って、血ついてんだけど、怖くない？全部ゲームセンターの景品ですね。ゲームセンターの景品って血ついてるもんなの？これ血じゃないですか？間違いありません、血の跡です。あ、マジの血なんだ。え、どうしてこんなに血が。気になりますね。ちょっと借りていきましょう。千尋犯人の可能性ってあんの？あ、でもそんだけ。これ2回開けたらなんか変わった情報とかはないのか。服えぐいな、何あの赤のダウンみたいな。ガウン。かよさんは開けたからこっちはもういいとして、あと誰だ、新美さんか。開けてないといえば新美雅子。新美さんのロッカーですね。失礼します。性格が出てますね。出てるな。きちんと整理されてる。これは通帳と印鑑ですね。名義は大門房江。大門房江。毎月20万円ずつ引き出されていますが、なぜ新美さんが大門社長の通帳を。え、あいつやっとんか。え、なんもややこしいな、この遊園地。やばいことしか起こってないじゃん。あとこれは山瀬美里さん。もうこれ以上何も出てくるなよ。
山瀬さんのロッカーですね。ややこしいから。わっ、いろんなものが。やっぱ変人だよなあの人。社長の卓上ネームプレート、手癖悪いのかな。工具袋、そのべって名前が書いてある。え、手癖悪いんだ。ゴミ箱の蓋、モンスターハウスの説明版、これみんなパークの備品とか人のものじゃない。面接とかしてるこのパーク。ちゃんと山瀬さんは手癖が悪いみたいですね。本もあるわ。なんかやだわ。誰でもできる高級艇基礎編。なんで看護婦さんがこんな本を。あいつ絶対看護婦だ。看護婦じゃないだろう。これは懐中電灯ですね。警備室と書いてある。なんでこんなところに警備室のが。後で佐藤さんに返した方が。そうだね、持っていきましょう。なかなか会えないんだよなお目当ての人と。あとは、あ、湯森さんね。湯森さん、時間がねえんだよ、時間がねえんだよ。あと5分しかない。開けよ開けよ開けよ。湯森の何あれ。なんでこんなものが。性格を明るくするコツという本もあります。あ、でも彼女なりに頑張ってんだな。お弁当箱だ。でも空っぽ。変ですね。彼女は今日非番のところを急に呼び出されたはず。あ、確かに。なのにどうして弁当を用意してたのでしょう。気になりますね。持っていきましょう。なんか急に情報量増えたな。クックガーチュンコのロッカーも開けておこう。ここはさっきも見ました。あ、そうだそうだそうだ、見たわ。クガーチュンコのロッカーは、これで一通りのロッカーは見たから、あっこ行こう。特別ん、なんだっけ、救護室の奥行こう。特別救護室みたいなとこ、いい肉で開くんだよな。山瀬さんいない。しめしめ、またですか。ここを離れるなと言っておいたのに。いや、あいつも結構やばいやつだよ。あの人本当に看護婦なんでしょうか。いや、違う可能性が高い。失礼して、入れるんだよなこれで。1、あれあれ、何ボタン、四角か。1129、オープン。これで入れるんだよな。やったぜ。失礼します、社長。社長さん眠ってるみたい。今のうちにあさろうぜ。あ、でも新見さんにあの通帳の件も聞きたかったな。あー、でも入れるだけなんだ、特に何もないんだな。新見さんのとこ行こう。新見さんに会えるかな。まだ新見さんに、新見さん、新見さんじゃないです、新見さん、新見さんに通帳の件聞きたいよね。急になんかやれることというかやりたいこと増えたな。よいしょ、いる、まだ。新見さん、あ、いたいた。新見さん、犯人は捕まりましたか。いや、それどころじゃないです。いえ、まだ。爆弾は見つかりましたか。いいえ、まだ。いえ、まだ。いえ、まだ。清水さん、ファックスブースの鍵を見つけましたが、私が預かっていて構いませんね。清水さん、あなたのロッカーで気になるものを見かけましたが。見かけましたよ。は？どう言い逃れするんですか。社長の預金通帳です。あ、毎月20万円引き出されています。あなたが下ろしているのですか。理由説明できますか。はい。なぜ。明智様、それは今度の事件とは何の関係もございません。関係ないかどうかはこっちが判断するよ。立ち入った質問はなさらないでください。まあいいでしょう。おいおい、甘いな。金大地君、何か聞きたいことがありますか。いや、もう終わったよ聞きたいこと。そうだな、これ。名刺ですか。うん、レモンドール。ああ、駅前にある堕落と大敗の巣窟で。堕落と大敗の巣窟。従業員ロッカールームで拾ったんですが、誰かバイトでも。まさか、そんなはずはありません。副業は禁止ですし、ちゃんとお給料も払ってますから。わかりました。これは本人に聞く方が早いのか。この血のついたぬいぐるみ。ああ、千尋さんのロッカーを開けると落ちてくる。少し片付けるよういつも言ってるんですが、私が一度整理してあげたら、触らないでとすごい剣幕で怒って。千尋も何か裏があんのか。あんな千尋さん見たの初めて。後で本人に聞いてみましょうか。本人に会えないんだよなかなか。怒ると思いますよ、勝手に持ってきたって。血ついてんだよな。覚えておきましょう。あとは弁当聞いとっか。それは湯森さんのですね。把握してんの怖えよ、はい、なんで把握してんだよ。彼女いつもお弁当持参で
人で花時計の前で昼食を。ああ、そうなんだ。でもなぜ今日弁当を用意できたのでしょう。非番だったのに。確かにそうですね。今朝久我さんが時間を過ぎても出社しないので、このままではせっかくのご招待日にエンターテイナーが不在になってしまうと思い、いや、エンターテイナーいない方がマシだった感あるけどね。ちょっとね、急遽湯守さんに電話したのです。そしたら運よく家に行って、そっから準備したのかな。すぐに来てくれと言いましたので、それからお弁当を作る時間などなかったはず。そうだよね、ちょっと不審なやつが多すぎるんだよこのパーク。どうなってるんですか新美さん。わかりました、後で本人に聞いてみましょう。本人に会えないんだよな、なかなか。懐中電灯。あら、それは警備室の懐中電灯。どこにあったんですか。聞いて得しかなさそうだねこの感じ。山瀬さんのロッカーの中に。やはりあの人でしたか。手癖が悪くて前から困ってたんですよ。手癖悪いのバレてるんだ。パークの備品をくすめたり、人のロッカーをこっそり漁ったり。普通に窃盗でしょそれ。犯罪者だよ。犯罪者雇ってるってバレたら結構まずいんじゃない。前もコンパニオンのロッカーから何か持ち出してトラブルになったこと。やばすぎるだろ。まあ悪気があるわけではないのでしょうけど。いや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 、なおさら警察案件だよ。警察に任した方がいいよ。悪気があるんだってないんだったら。これなんだっけ。この紙ですか。ああ、クリーニングの伝票。ああ、クリーニング屋の伝票ですね。ええ、着ぐるみのクリーニングを委託してる業者ですよ。うん。湯守さんが今着ているものの伝票だと思いますが、今朝筆着と書いてあります。湯守が来ることは今日言われたわけじゃないのか、もしかして。湯守さんは今日は非番のはず。変ですね。湯守不審、もしかして。意外と湯守絶対何もないと思ってたけど。さあ、着ぐるみの管理はエンターテイナーに任せてるので、私は。だってもう久我が休むことが分かってたってことでしょそれ。ご存じないなら結構です。一応スタンガンも聞いとこう。何ですかそれ。髭剃りですか。髭剃りに見えますか。何もご存じないようですね。ああ、なるほど。これで一通り聞いたよね。オッケー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 。では私たちは捜査を続けます。十分です、ありがとうございます。私も事件に関係あることでしたら何でもご協力いたします。今ファックスブースに行ったら新しいファックス届いたりしないかな。あと3分なんだよな。よよいしょよいしょよいしょしょしょ。なんか質問タイムの時はちゃんと時間は進まないんだな。あと2分、あと3分2分。ファックス来てる。剣持警部。来てる。あー、来てないか。あー、ってことは時間かかるんだな。やっぱりどれぐらい時間かかるんだろう。なんか明確な時間があるのか、殺人が起きるためにファックスが送られてくるのか、爆弾が爆発するためにファックスが送られてくるのか、どうなんだろうな。剣持犯人説か。じゃあ一応出るか。でももうどこにも行けないんだよな。52分、ビジターワールド。まあ何か起こるまでブラブラするか。あ、時間来ちゃったか。七瀬か、あと5分で爆発時刻です。冷静だな。念のため安全な場所に移動した方がいい。オッケー。向こうに広場がありました。行きましょう。ここなら安全です。それに見晴らしがいいので爆発が起きたらすぐに駆けつけられます。今回はどこが爆発するんだろうな。まだ少し時間があります。今のうちに状況を整理しておきましょう。結構進んだからね今回。さすがにセーブしとっか。ちょっとセーブしてきます。あ、いろいろ聞いたからあれか、人物表更新されてるんだな。今日の特別招待イベントも藤原の企画。今日の特別招待客、ネオンの爆破のショックで失神、救護室に運ばれて死体で発見。ロッカーの中身、なんで殺されたんだろうな、相川恵美さんが。で、ファックスブースの鍵は盗んでた。ロッカーの中で血痕のついたぬいぐるみを発見。シェルパークのコンパニオン、ロッカーの中で、数着の服と小銭がたくさん入った瓶を発見。赤交際事故に見せかけて殺害される。ロッカーの中で、笑い袋からの弁当箱、本を発見。まあでも特別新しい情報をなんか事件に役立つそうな情報はないんだよな。でも一気に増えたね本当に。じゃあちょっとセーブしていきます。よし、3時ですね。どこが来るんだい今回は。
もう慣れたもんだな、爆発も。ファンタジーワールドの方だ。ファンタジーワールドね。急ぎましょう。何一つ止めれてないんだよな、この人たち。あ、湯森さん。え、いや、湯森か、これ本当に。ちょっと待ってくれ。あれ、本当に湯森さん？怪しいな。いや、今回、え、これどういうつもりなんだ。誰か死ぬんじゃないか。降りてくるのを待とう。怖いってこれ、怖いよね、このカメ。狂気感じるもん。え、死体が乗ってるんじゃないか、この感じ。あー、死んでる。気づけ、様子おかしかっただろう今。じっと見るな。誰だ誰だ。ちょっと笑わそうとしたいな。カメラに。湯森さん。ああ、まあ、あなたは殺されるよね。なんで。カヨさん。何にもびっくりはしないわ。殺害方法は何だろう。まあ、金大地君、明智さん、すぐ救護室へ。いや、もうダメでしょう。いや、あのカメ絶対2匹いたよね。湯森か。カヨさん亡くなりました。いや、でもあんな自分を疑わせるような行動しないよな。背中を刺されていて、それが致命傷で。じゃあ、災いのローレライに。今んとこまだ見当もついてねえや、犯人。三人目死んだけど。ナナサ君、事務室で話しましょう。山瀬さんも容疑者の一人ですから、あそこではちょっと。そうだね。十分怪しいもんな、あいつ。これがメリーゴーランドの構造図です。もうみんな人の死に慣れてきたな。なるほど。入り口は一つだけ。爆発したのはどこだったんだろう。源佳代を殺害した後、犯人はどうやって逃げたのでしょうか。私たちはずっと入り口のところにいましたが、着ぐるみに入った源佳代以外見ていません。真ん中の柱の奥に隠れていたんでしょうか。あそこは死角でしたから。床ごと回転しているんですよ。それは不可能と考えていいでしょう。だったら犯人は消えたということですか。もしかしてカヨさんは最初から死体だったんじゃ。いや、二人いたね、カメが。あの時見たではないですか、入っていく着ぐるみを。いや、でも明らかになんか誘導してたもん、こいつ。あ、そっか。何かトリックがあるはずです。おや、この図面では床がいくつもの同心円になってますね。同心円。はい、このメリーゴーランドは特別な構造でして。はい、いくつもの同心円がそれぞれ違ったスピードで回転することによって、はい、より複雑な動きを楽しめるようになっております。うん、木馬の速度は一定ではないということですね。回転しない同心円はありますか。それはございません。あ、ないんだ。そうですか。つまり。七瀬先輩、現像できましたよ。あれ、みんな深刻な顔しちゃって、また誰か死んじゃったんですか。不謹慎すぎるこいつ。なんだこいつ、死んだんだよ。なんてね。なんでなんてねって思えるんだよ。二人死んでんだよ、二回爆発起こって。まあこいつは一人しか知らないか。カヨさんがメリーゴーランド。よくそんな顔できるな。そうですか。僕メリーゴーランドに乗った時、カヨさんを撮ったんですが。いつ。ああ、さっき見たものですね。何かわかるかもしれない。もう一度見てみましょうか。これなんかトリックが隠されてるのか。なんか特別変わったところはないように見えるけどな。
てかなんでカヨさんこれどの視点で撮影してる？こういう仕組みですか。なるほど。奥にカヨさんが映らないのおかしい気がしちゃうんだけど。どういうことだってばよ。源佳代が乗っていたのはこの木馬でしたね。金田一君、それで君はどう思います？どうも思わないですけど。明智さん、ちょっと整理させてくれ。あー、今回は何を推理するんだ。整理、整理させてくれと言われても、メリーゴーランドについて、15時メリーゴーランドに乗り込む着ぐるみを目撃。止まるとその中は源佳代。佳代は刺されておりすぐに死亡。まあいいや。まあ言いたいことは一つだよね。二人いたってことだよな、犯人と佳代と。今回はある意味分かりやすかったけど。俺たちの前でメリーゴーランドは回り始め、やがて止まった。その間犯人はメリーゴーランドの中にいたよね。犯人は去った後だったよね。待ってる間犯人は俺たちの目の前にいた。犯人は一度メリー、いや、待ってる間犯人は俺たちの目の前にいたっていいと思うんだよな。では犯人はどこにいたのだろう。建物の丸木馬に乗っていた。丸木馬に乗っていたのは犯人とカヨ。その二人がずっと乗っていたのだろうか。最初はカヨで途中から犯人に入れ替わった。最初から最後まで2人とも乗っていたから1周ごとに犯人に乗り換わっていた。いや、最初は犯人で途中からカヨに入れ替わった。いや、最初から最後まで2人とも乗ってたでしょ。そんなことが可能なんだろうか。何かトリックがあるはずだ。どんなトリック？鏡を利用したトリック？違う。テコの原理を利用したトリック？違う。目の錯覚を利用したトリック？ビデオの映像を利用したトリック？いや違うでしょ。目の錯覚かな。どんな錯覚？誰もいないのにいるように見せかけた。二人で二人だと見せかけた。一人で二人だと見せかけた。いや違う違う。二人で一人だと見せかけただよな。その二人の格好は亀。二人とも着ぐるみを着ていただよね。着ぐるみの乗っていた木馬の回転にはある法則があった。止まった時に木馬の位置は。着ぐるみの乗っていた木馬の回転にはある法則があった。止まった時に木馬の位置はスタートの位置より4分の1周ずれて止まる。半周ぐらいなんじゃないの。スタートの時より逆向きに止まる。逆向きに止まる。いやそんなことはないから、多分乗った時の反対側にカヨさんを最初から乗せておいて、あの犯人が一番最初にセンターに乗ったじゃん。だからちょうど半周ずれてカヨが出てくるようにしたんじゃないかな、終わるときに。こうだと思うんだよな。そのことを俺に気づかせてくれたのは、背中の刺し傷、さっきのビデオ、メリーゴーランドの BGM、さっきのビデオかな。回り始めたとき、一番手前の木馬に乗っていた着ぐるみの中は、犯人だよね。そのときカヨは、すでに刺されていたでしょう。建物内に隠れて俺たちの予想、すでに刺されていたでしょう。回っている間手を振っていたのは犯人。止まった時一番手前の木馬に乗っていたのがカイヨ。その時犯人は、メリーゴーランドの一番奥の木馬に乗っていただよな。その場所はカヨの死体によって俺たちの死角になる場所。俺たちの目の前、中心の柱によって俺たちの死角になる場所だな。オッケー、これ合ってると思う。自信あるよ。わかったぜ、このトリックの正体が。結構長かったな。はじめちゃん、犯人がどうやって消えたか分かったの？いや、みゆき、犯人は消えてなんかない。俺たちの目の前に堂々といたんだ。お、大胆だね。説明していただけますか？誰なんだろう、犯人でも。こういうことさ。犯人もカヨと同じ着ぐるみを着ていた。つまり、亀の着ぐるみの人物は二人いた。入り口で俺たちを招き寄せたのも、俺たちの目の前でメリーゴーランドに乗り手を振っていたのも犯人だったのさ。ああ、着ぐるみ置き場に同じような着ぐるみがいくつもありましたね。だけど抱き起こした着ぐるみに入っていたのはカヨさんだったじゃない。ああそうさ、最初に俺たちが見たのが犯人で最後に倒れたのがカヨ。
つまりメリーゴーランドには犯人とカヨの2人が乗っていたんだ。そういうことだよ。そんなことって。今から再現してやる。犯人の使ったトリックを。みゆき、サキ、手伝ってくれ。まあでもすぐに分かりそうな話だよ。お前は犯人役だ。一番手前に乗れ。こうですか。犯人は俺たちをここに招き寄せた後、今サキがいる位置に乗った。うん。その時すでに瀕死のカヨもメリーゴーランドに乗せてあった。おそらく犯人はカヨを言葉巧みにここに連れてきて刺したのだろう。どうやって連れてきたんだろうな。ミキ、お前はカヨの役だ。一番奥に乗ってくれ。でもカヨが言うことを聞くような相手ってことだよね。乗ったわよ。明智さん、この位置からミユキが見えるかい？いえ、全く。犯人はこの状態でスイッチを入れた。サキ、スイッチを入れてくれ。死体が座ってたメリーゴーランドに乗せるな、ミユキを。入れますよ。七瀬くんとサキくんが交互に見えますが。そう。しかし、もし二人が同じ着ぐるみを着てたらどうなる？なるほど。一体の着ぐるみが回っているように見えるという。みゆきが多分ここセンターに止まるんだよな。それぞれの同心円ごとに回転速度が違うから目の錯覚も起きやすくなる。ちゃんと解説してくれる。これが災いのローレライが使ったトリックですか。そう。そして明智さん、メリーゴーランドが止まるのをよく見ててくれ。その時トリックは完成する。誰が前に来てる？おー、みゆきだ。私が手前になった。そういうことだよ。このメリーゴーランドは乗った位置とちょうど半周ずれたところで止まる仕組みになってるんだ。さっきのビデオがそれを俺に教えてくれた。あれ柱なんだね、その奥に見えてるの。つまり俺たちの目の前に止まったのは瀕死のカヨで、犯人は一番奥にいたのさ。私たちからは完全な死角になりますね。俺たちはカヨにばかり気を取られすぐ救護室に行った。まあでもこうなるよね。犯人はその後悠々と現場から立ち去ったというわけだ。なんと大胆だ。はじめちゃん、災いのローレライは誰なの？マキさんの可能性あんのか。だってマキさんだったら自分に非番の出勤要請があるってわかるもんね。もし久我純子を殺したのがマキさんなら。いや、まだわかんないよね。まだわからない。だが見てろ、災いのローレライの正体は。お、必ず俺が暴いてみせる。じっちゃん何かける？じっちゃんの名にかけて。ありがとうございます。じっちゃんも困ってないかな、名前ばっかりかけられて。